ビ<ズ>政府は子どもに関連した施策の司令塔を担う子ども家庭庁の基本方針を閣議決定しました新型コロナの影響で子どもの自殺や虐待が深刻化しているほか少子化が加速していることなどを受けて子ども政策を強力に進めるとしています総理大臣の直轄の機関として設置し他の省庁への勧告権を持つ大臣を置くとしています 子どもまんという社会変革をしていくために政府を挙げてしっかり取り組んでまいりますこれまで子どもに関する政策は厚生労働省と文部科学省など縦割り行政が問題となってきましたが子ども家庭庁設置後も幼稚園や学校教育などの教育分野は文部科学省に残るなど縦割り行政の弊害が解消されるかは不透明です。 政府は2023年度のできる限り早い時期の設置を目指して来年の通常国会に関連法案を提出します。